体勢という噂、ラブラブ激アツ。右前腕の張りで離脱していた阪神、宮佐が1軍に合流した岡田監督は、ちょっと楽な場面で、なあ、7回とか6回ぐらいに、と起用法を示唆する中、しっかり準備してきたんで、チームの力になれるように。任された場所でしっかり自分の力を出すだけです、と意気込んだ。試合前練習では WBC で共闘し、同学年で刺激し合う良きライバルでもある巨人、大勢とも再会を果たし、LINE でもやり取りしてますし、別に久しぶりな感じはなかったですけど、俺に会いたいからここで上がってきたんやろ、って言われたんで、そう、って返しときました、と、笑顔で、ガチ熱なやり取りを明かしていた。マジで仲良しだな、笑い。遠距離カップルにしか見えません。大勢よ、阪神に来い。定定よ。いつ見てもイチャついてるな、こいつら。今でも普通に阪神応援してそう。大勢が巨人のこと読みより呼びしてたのくさ。同学年の相乗効果は特に野球の場合は大きいからな。同学年にすごい才能を持った選手がいるならそれに引っ張られて他の同学年の選手の成績も上がる。メジャー帰りでもいいから阪神来てくれ、体勢の力が必要や。阪神ファンの巨人選手が大活躍する展開好き。全く隠しきれてない猛虎魂。ガッフェが WBC に呼んだ理由。強めのガチ圧。遠距離恋愛や。